大久保嘉人さん、最高の笑顔を見せてくれる先生でした。原告三鷹サッカー部の恩師、小峰忠俊さん、76死去でコメント。今日7日に、元国見高校サッカー部監督で、現長崎創価大附属高校監督の小峰忠俊さんが亡くなったことを受け、教え子で元日本代表の大久保嘉人さんが、自身のツイッターでコメントを発表しました。大久保嘉人さんコメント。小峰先生の突然の訃報に接し、心から哀悼の意を表します。先生に教わったことすべてが、今の自分になっています。怖い怖いと思われていた先生。でも、私が知っている先生は、本当に優しくて、いつも最高の笑顔を見せてくれる先生でした。そして、先生に直接、引退の報告ができてよかった。先生が作ってくれた、大久保嘉人のサッカー人生を、最後の最後まで見届けてくださり、本当にありがとうございました。大久保嘉人、コメント、一小峰さんがいなければ、今の国見高校はなかったし、今の大久保嘉人はいなかった。大久保嘉人が神田町から国見に移動したのは小峰さんがいたからこそ。大久保さんと実家が割と近い北九州市出身の平山壮太も同じ。福岡の東部から国見高校へ進学させるほどの影響力を作った立役者に涙が溢れました。素晴らしい指導者と教え子たち。高校サッカーを見る楽しみの一つが監督を見ることです。人は素晴らしい人に出会えることがどんなに大切か見本のような気がします。ご冥福をお祈り申し上げます。3、平山が高校サッカーに出場していた頃、国立で警備員のバイトをしていました。スターの平山含め通路を通過する国見の選手たちは、末端の警備員にも礼儀正しく挨拶をしてくれて、教育がしっかりしているなぁと思いました。大久保の人柄もしっかり、小峰監督は本当に素晴らしい指導者でした。ご冥福をお祈りします。4、国見鷹で21連続で全国高校サッカー選手権出場、優勝6回、その前の高校でも11年連続出場、手腕がすごすぎる。地元の40校が国見と対戦するときは正直当たってほしくない気持ちだったよ。お悔やみ申し上げます。5年のうち364日、練習か試合、授業以外の時間は朝から晩まで。それでも教え子たちが慕うのは、監督自身が同じ時間を共有していたから、九州のサッカーレベルの向上を語る上では欠かせない人。6、あの頃の国見はサッカー選手の憧れだった。黄色と青のストライプ、とにかくかっこよかった。小峰先生のご冥福をお祈りいたします。